木三32所属、徳島機動車区製造、新潟鉄工所木三3219所属、高知運転所製造、富士重工業木三32系機動車は、1987年に日本国有鉄道が四国向けに設計、製造した団地向け一般系機動車。国鉄分割民営化を前に、新会社の経営基盤が脆弱になると予測された、北海道、四国、 九州の営業エリアに残っていた、キハ20系などの老朽車両を取り替える目的で、製造された機動車群の形式の一つで、第三セクター鉄道用機動車をベースに、国鉄仕様で設計されたものである。部品には、廃車発生品やバス用部品などを多用して、軽量化と製造コスト低減を図っている。またワンマン運転用機器が容易に取り付けられるような構造としている。 1987年、国鉄分割民営化までに、新潟鉄工省及び富士重工業で、計21両が製造された。民営化後は、全社が四国旅客鉄道に承継されたが、追加製造は行われていない。同時期に製造された、北海道向けの基ハ54型500番台、九州向けの基ハ31型や先に、四国向けに製造された、 キハ54型0番バンダイと製造目的は同じで、あるが製造コストを低減するため、普通構成車体とされた。しかし、同時期にメーカー2社が手掛けていた第3セクター、鉄道向け警戒機動車の設計手法が取り入れられて、構造や材料が見直された結果、キハ40系などの従来車よりも大幅な軽量化が図られている。 また、換算路線での使用を前提としており、車体全長は、国鉄車両の基本である20メートルより4メートル、短縮されて16メートルとなり、さらに車体幅も2.7メートルに抑えられ、当時の国鉄の旅客車両としては、最小の車両となった。側窓は従来通りのユニット窓が採用されたが、客用扉は工作の簡易化とこれによるコストダウンを目的として、 バス用の二枚折りを流用し、ドアエンジンもバス用を流用した。この扉は自動、半自動の切り替えが可能であるが、半自動動作時は手動による、ドア開閉となる。なお、四国管内でトンネル通過時に折りが風圧でわたつく事例が多発したため、ドアロックが設置された。このドアロックが作動し出発、到着の際にバシッと大きな音がする。先日のように、 ワンマン運転を考慮していることから、客用扉は両車端部に置かれている。運転室は半室構造であるが、乗務員扉は設置されず、運転室とは反対側の客用扉横に、車掌用の前方後方安全確認のための小窓が設置されているのが特徴である。ワンマン運転対応工事の施行直後は、バックミラーが車体に装備されていたが、後に、 各駅のホーム上に広報確認用ミラーが設置されたため撤去されている。前面は中央に貫通扉を配した三枚窓である。前面倉下に全商灯と尾灯を設け、運転室窓上に行き先表示器を設置しており、バス用の手動式が流用されている。また、側面には行き先印受けを取り付けている。製造当初の車体塗装はアイボリージに 側面に斜めのストライプを配しており、前面用部には側面と同じ色のストライプを入れていた。後に、ストライプ塗装は全車が JR 四国のコーポレートカラーである水色に塗り替えられた。キハ32系の車内座席はすべてロングシートである。座席はすべてロングシートとなっており、トイレは設置されていない。ワンマン運転に対応するため、運賃箱や運賃表示器、 整理券発行機を容易に設置できるような構成となっており、運転室も低い位置に設けられ、室内を広く見渡せる構造としている。JR 四国発足後の1988年に全車がワンマン運転対応改造を受けた。冷房装置はエンジン直結式を装備している。暖房はエンジンの排熱を利用するもので、ヒーター本体には バスヒーターと表記されたプレートが重複されている。エンジンは新型の直噴機関が搭載されたが、それ以外の多くは製造コスト抑制のために旧型機動車からの廃車発生部品で賄われており、また運用上の要請もあったことから、在来一般系機動車との並結運転が可能な構造となっている。基本的にキハ31型とほぼ同一である。エンジンは 新潟鉄鋼所製の DMK13HS 型を一機、搭載する。液体変速機は、廃車発生品の TC2A 及び DF115A を再利用している。立候回路にとしめ連動回路を追加した。としめ装置に高電管方式による検出回路を連動させた。コストダウンのため、押しボタンスイッチの一部に市販品を採用した。 台車も、廃車発生品の金属バネ台車を紹介増した DT22GTR51E を装着している。またブレーキ装置もキハ20系と同一の DA1 が流用されたため、最高速度は時速 95km に制限されている。当初、台車に砂巻き装置は取り付けられていなかったが、勾配線区に運用されるようになって、 空転し運転できないことがあったため、1990年に同台車に砂巻き装置を取り付けた。当初は中短距離運用に充当することを目的として設計されており、自動車用の燃料タンクが搭載されていたが、高知運転所のキハ54型が予算線へ運用拡大した際、それまでキハ54型で運用されていた、土産線。 多ド津とサ山田間のワンマン列車の一部が本形式に置き換えられたため、長距離運用の増加を考慮して、高知運転所配置車両については燃料タンクの増積が行われている。新潟鉄工所製の規範321から11は全消灯。微灯は独立した丸型、窓サッシは黒色であるのに対し、富士重工業製の規範3212から21は全消灯。 尾灯はユニット化された角形窓サッシは無塗装という際がある。側窓の縦寸法にもメーカー間で差異があり、新潟鉄工所製の車両の方が窓の状態位置がわずかに高い。また、冷房吹き出し口の形状も異なる。当初は四国総局内の松山運転所に7両、徳島運転所に8両、高知運転所に6両が配置された。 1987年3月6日から営業運転を開始している。1988年よりワンマン運転を開始した。その後、線形の徳島運転所への申請配置により、同所配置者は松山、高知へ転出し、2016年4月時点では松山運転所に15両、高知運転所に6両が配置され、予算線、内湖線、淀線、 土産線で運用されている。キハ324は観光列車、海洋道ホビートレインに改造されて独自の塗色となり、2011年7月9日から営業運転されている。その後、2013年に内外装をリニューアルしている。ヨド線で運用しているキハ323を改造し、鉄道ホビートレインとして2014年3月15日から運行している。 零系新幹線をモチーフとして、久保川側に零系の前頭部を模した大型のユニットが装着されたほか、方ゲージ鉄道模型のショーケースを設置している。運賃表示器には、淀線の全駅に加えて、東海道新幹線の開通当時から存在する12駅の駅名が記されている。トロッコ列車用として1997年に菊波32から501が、 新潟鉄工所で製造され、2003年には、キクハ32から502が増備された。キクハの形式称号が示すように運転室はあるが、動力装置を持たない、制御車である。廃車発生品の DT22 軽大車を装着し、かつ16メートル級の小型車体であるため、便宜上使用面での類似性の強いキクハ32型と同系列として取り扱われることになり、 キクハ32型となった。キクハ32から501は定員61名で、デビュー当初は緑色塗装であった。運転開始当初は、ヨド線、清流四万と号の増便用として登場したため、車体の前面や側面に、白地のローマ字で、清流四万とや、四国の文字が入っていた。その後、ヨド線以外で運用されるようになり、白地のローマ字で、 四国の文字だけに変えている。2020年10月より、徳島線で、愛吉の側トロッコを運行開始するにあたり、車体は藍色をベースにしたカラーリングに変更された。菊波3二から5 0には501と、基本構造は同じだが、長望を重視して、側面と床部に透明ガラスを追加している。塗装も当初は501と、同じ緑色塗装で、 定員52名であったが、2006年のリニューアルで、青地にアンパンマンのキャラクターが描かれた、アンパンマントロッコとなり、同時に、定員は48名になった。車内もアンパンマン仕様となっている。2015年に、再リニューアルが行われ塗装が変更された。本形式は前日の通り動力機関を持っていない、ため、キハ185系と連結して2両で運転される。 キハ185から20と26が重当され、この両車は当初キクハ32型に合わせて、車体タ色が緑に変更された。キハ185から20は、後、愛吉の側トロッコ運行開始に合わせて、藍色のカラーリングでラッピングされた。また、キハ185から26は2015年にキクハ32から502のリニューアルに合わせて、塗装、車内を、 アンパンマン仕様都市、グリーン車扱いとなったため、形式が、キロ185から26に変更された。アンパンマントロッコとなったキクハ32から500には、東北地方太平洋沖地震で被災した、東北地方や関東地方の子どもたちを支援するため、東日本旅客鉄道エリアで2012年3月から6月に、かけて団体臨時列車として運転されることとなり、 同社は体感改造が行われた。JR 東日本エリアでは、ATS などの関係で自走による運転は行わず、常磐線では e f 5 1 0系5 0 0番台が、それ以外の路線は、ジ10型がそれぞれ牽引して運転された。ありがとうございます。